ジャック・カトリノーはフランス革命期に発生したバンデの反乱の指導者。非常に敬虔なカトリック教徒でアンジュの聖人と呼ばれた。1759年生まれ。もともとはただの行商人であったが、1793年にフランス西部バンデ地方に反乱が起こると農民から要請を受けこれに加担。彼自身には全く軍隊経験はなかったが、 その雄弁と生まれつきの指導力で人心を掌握。無学で無軌道に走りがちな農民たちをうまく統率して敬愛され、尊敬を一心に集めるようになった。応答派十字軍の結成を呼びかけ、農民を組織すると、共和国軍の少々を次々に襲撃して、地祭りにあげた。不正規戦で、たびたび敵を破り、村々から農民を勧誘して、勢力を拡大。 1793年5月、カトリック王党軍の編成に際しては、農民からの指示を期待して、他の貴族の指導者から総司令官に担ぎ出された。しかし6月29日、なんと攻略戦を指揮中に銃弾を受けて落馬。2週間後に戦勝死した。以降、反乱軍の指揮は低下し、破滅に向かった。ナポレオン失脚後のフランス復興を世紀に、 彼の息子のジャック・ジョゼフ・ド・カトリノーは貴族に譲された。また、彼の孫であるアンリ・ド・カトリノーは、フランス軍将校として、不仏戦争に従軍した。ありがとうございます。